はい、どうも、酒好きな、亡き新潟人の飲酒動画ではなく、今回は、食べ物レビュー。こちら、ふりかけでございます。こちらはですね、リスナーさんから、依頼があった、イカコン、ふりかけ。リスナーさんがですね、アマゾンのギフト券をですね、いただきまして。で、これを、レビューに、してくださいっていうふうに言われました。それのね、レビューとなってます。で、こちらが北海道産昆布使用のイカ昆布、かっこふりかけやお茶漬けにと書いてあります。2014年と2015年に全国ふりかけグランプリ、金賞らしいです。製造者が、沢田食品株式会社。容量がこれ 80g 入ってるんですが、これがね、これ3個で、Amazon で1000円ぐらいだったんですよ。それをね、3個購入したんですが、なんと、賞味期限がですね、こちら、2019年の、2月の27日と、もうあと3ヶ月ぐらいしかないというね。ものすごい賞味期限が少ない、ものです。原材料名が、調味イカ、かっこイカと砂糖と食塩と、調味昆布、かっこ昆布と、醸造酢と、還元水飴と、ごまと、角なしオキアミと、砂糖と食塩と、青さのりと、調味料かっこアミノ酸などとソルビット。となっております。よし。ということでね、こちら、ご飯。いつも冷凍してね、レンジでチンして食べますが。よし、これにね、かけて食べていきましょう。今日はクリスマスということでね。皆さん。いかがお過ごしでしょうか。すげえ固形になってんだ。あ、すっげえなんだこれ。ものすごいあれだ。質量感が半端ない。もうなんか塊になって、若干この、ふりかけなんだけど、なんか、なんだろう、ね。こんな感じ。こんな感じ。じゃあ、いただきまーす。あ、すごい、エビがいっぱい入ってます。これうまいわ。うん、おいしい。これうまいよ。これはうまいぞ。ちょっとググってみます。沢田食品。イカ昆布。うん。イカがね、薄く、スライスされて。あ、すごい。全国ふりかけグランプリ3大会連続金賞だって。そんなグランプリがあるのか。これを初めて知ったけど。
第1回大会イカ昆布金賞受賞で、第2回もイカ昆布金賞受賞で、第3回の大会、シャキッと梅ちりめん金賞受賞ってことで、そんなのあるの、まあ、少なくともあれなの。俺が人生の中で一番高いふりかけですね、これ。1個350円ぐらいです、うん。俺基本的にふりかけは、これしか買わないが、うん、基本的にこの三島のゆかりね、これしかまあ買わないわ。これ大体100円ぐらいの、うん、うん、まあでもあれか、80g 入ってるから結構多いんだな。これがだって 26g しか入ってないもん。それで100円って考えると案外あれか、グラム的に単価としてはあんまりここまで高級ではない、うん、で、こちらがですね、開封後は用冷蔵ってことで、冷蔵庫に保管してくださいって書いてある。ふりかけお前あれだぞ、ふりかけを冷蔵庫に入れないといけないってなかなかないぞ。うん、これイカがすごい、うん、イカのスライスされてる、薄くスライスされてるのと、昆布のなんか細い昆布、うん、生タイプふりかけ、生タイプだぜこれ。あ、タコ昆布っていうのもあるみたいですね。イカ昆布だけじゃなくてタコ昆布も売ってるらしい。確かにうめえわ、これ。うまい。うん。てか、ふりかけにその生タイプとかって あるんだよ。厳選したイカを丁寧にスライスし、北海道産昆布とオキアミをたっぷり合わせた大ヒット商品です。常温商品ですので、お土産としても最適の、商品です。はっ。すごい。これはうまいわ。これ間違いなくうまいです。ただ、こうやってやると、出てこないんですよ。固形になってるから。箸こうやって取り出さないと。ほぼほぼ、すごい固形化されてる。で、お茶漬けにもいいということですね。お茶漬けにして食べても美味しいということ。お茶漬けにしてもうまいな、これな。これ間違いでうまい。うまい。うまいしか言えねえ。うん。あ、やっぱり、賞味期限が少ねえんだわ。賞味期限が常温90日って書いてある。
ちなみにこっちの三島食品の、三島このゆかりの方はもう、あれですよ。1年間ぐらい賞味期限がある。来年の10月まで大丈夫。やっぱあれなんだよ。生タイプだから。うん、この会社あれですね。うん、基本的にふりかけが多い。うん。あとおつまみとかですかね。うん。沢田食品。あ、5月17日の放送のヒルナンデスっていうあの番組で、この、これじゃなくて、シャキッと梅ちり麺が紹介されました。うん、同じあれね、ふりかけね。湯沸かしてあれだ。お茶漬けにして食べよう。いや、これはうめえよ。ただちょっとびっくりしたのがね、リスナーさんがね、まさかのか、ふりかけレビューをしてくれということで、ちょっとびっくりしました。なんだっけ、カップラーメンとかさ。カップラーメンとかだったらまあ、わかるんだけど。え、ふりかけ？え？みたいな。うん。まあでも、ありがたいことです。けなのにこの エビオキアミね、オキアミちっちゃいエビですよ、オキアミっていうよく釣りの餌とかで使われますけどね。いただきます。すげえお茶漬け食うの久々だ。これはあれですね。これお茶漬けにすると、ダメです。なんかね、おかかにするとね、味が薄い。
ものすごく。普通にふりかけとして食うときは、いいんですけど、やっぱ、お茶漬けってやっぱしょっぱいじゃないですか。お茶漬け、うん。これだと、しょっぱさが足りない。すごい、味がものすごい薄い。これあれだ。ものすごい薄い。味が。これをあれだ、お茶漬けで食うのはダメ。間違いない。追加して食べる。うまい。うん。ということで、こちらイカ昆布は四つ星。リスナーさんありがとうございました。Amazon ギフト券ね。ありがとうございました。それでは皆さん、バイバイ。